今年のテーマはシーボルトの道。シーボルト来日200周年にちなんで中央公園をスタートし、クイズに答えながらシーボルト記念館など市内8つのチェックポイントを訪ね歩きます。女性限定のイベントでおよそ800人が集まりました。歩きながら長崎の魅力を発見できる人気のイベントで、今年長崎県地域文化賞を受賞しました。ここにね、お家があったんですね。皆さんの顔を見るとは、よやってよかったなと本当に思いました。秋晴れの中、ウォーキングを楽しみつつ、新たな長崎の情報に触れ、笑顔があふれていました。